流理科の設計による AL-21 解散、ターボジェットエンジンアルヒープムイハー・アイロビチ流理科は、ソ連時代に活躍した、航空機用エンジンの研究者、設計2種である、ソ連科学アカデミー会員、社会主義労働英雄の名誉称号や霊認賞、二重スターン賞、保持者である、1908年3月23日、ロシア帝国領であった、現在のウクライナ・キエフ州、 ボフスラーウチク、サバールカ村に生まれた、ロシア革命後の1925年、ビーラツエルクバの職業学校を卒業した。その後、キエフ科学技術大学で学び直すことにしたアルヒープは、著名な数学者であったムイハイロ・クラウチュークの下で学び、1931年に卒業した。1937年から1939年にかけて、 ハルキュー航空機大学で働き、その間にソ連発となるターボファンエンジンの設計に従事した。1938年、リューリカの開発グループは航空機に時速 900km の速力を与えウルジェットエンジン RDG-1 の設計を完了した。しかしながら当時はこの成果は認められなかった。その後、1939年から1941年に かけて、世界初となるターボファンエンジン等を完成し、エネルギー生成物質の研究に従事した。1941年から1942年に、かけては、チェリアビンスクの戦車工場で働き、1943年からは、最初のソ連国産ジェットエンジンの開発に携わった。彼の才能が正当に評価されるようになるのは、ジェット機の有効性が広く認められるようになった第二次。 世界大戦後のことであった。1946年からは試作工場における航空機用エンジンの主要設計者となった。この年以降、アルヒープリューリカが中心となって新しいより強力なターボジェットエンジンの開発が進められるようになった。百四十七年五月十八日、リュリカの設計した出力 940kgS のターボジェットエンジン t r を 搭載した試作戦闘機スマイナス -11 が時速 900km の飛行速度を記録した。その後、イルマイナス -22 にも4発の TR-1 が搭載され、このソ連発のジェット爆撃機は1947年に初飛行を果たした。1957年秋には音速の2倍で飛行できる最初のソ連製航空機となるスマイナス7が飛行試験を実施した。 その後、スマイナス7は戦闘爆撃機として実用化された。また、後には改良型の可変翼キスマイナス17シリーズがやはり、リュウリカのエンジンを搭載して大量に生産された。リュウリカの設計した最後のエンジンの一つが、AL、エールマイナス31回であった。このエンジンは、スマイナス27に搭載され、27の世界記録を打ち出した。また、 AL-31F はこの機体の特技であるコーロコルやプガチョーフコーブラといった高度な起動を可能とした。このほ他、万年リュウリカはスホーイ設計局の下でブラーン試作機のための AL-29 も設計した。アルヒープリュウリカは30年にわたって発展を続ける超音速機用ターボジェットエンジン開発の先駆者として自身の名を冠した特殊設計局。 A. 流リ化サトゥールンを指導した。ソ連政府は、その功績を称えて1948年と1951年には、スターリン国家賞を、1957年には、社会主義労働英雄の名誉称号を、1976年には、霊人賞を授与した。加えて、流リ化は、霊人勲章は3度、10月革命勲章は1度、 赤旗労働勲章は2度、その他メダルを受賞した。1967年から1984年までは国家のガスタービンエンジン委員会の委員を務めた。リュウリカは1984年6月1日、モスクワにて営民した。アルヒープリュウリカの設計した主なエンジンには以下のようなものがあり、それぞれ以下のような航空機に搭載された。 ロシア語名は、アルヒープミハーイロビチリュウリカ。ありがとうございます。